仕事運、金運を発表していきたいと思います。えー、最後までこの動画を見ていただければ嬉しく思います。まあ、参考になればいいなと思って作りました。えー、ぜひご覧ください。それではサソリザさんの全体運から発表させていただきます。まず、全体運です。 それなりにいいことがあるかもしれませんが、素直に捉えられることができないかもしれません。もしいいことがあっても、私なんてとか、もしかしてこの後良くないことが起こるんじゃないのとかね。そうしたネガティブな考え方や振る舞いによって、運気は徐々に低下して、 行きそうな気配があります。とはいえ、なかなかポジティブになれないのも、この2023年なんでございます。ですが、何でもかんでも、とりあえずは、起こった出来事に感謝をすることです。ありがとう。ということで、その言葉が心を満たして、運気も 安定するはずです。ポイントは自分自身が一番自分の味方でいることです。自分から発信したり行動したりすると大きな跳ね返りがありそうです。また、いろんな意味で成長につながる年でもあります。続いては恋愛運です。とにかく 自分らしさを出す年です。いろんな人と交流して連絡をすることで自分にとっての会う人と会わない人が感覚的に分かってくると思います。そしてその半年後にはすっかり心からつながられる最高の人を選ぶことができるでしょう。しかも その恋愛は早い展開になるかもしれません。出会ってすぐに一緒に暮らし始めるとか、家族に紹介し合うとか、結婚までトントン拍子に進む可能性が高いです。また、カップルはお互いの違いを受け入れることが大切になってきます。違うから楽しいと思える、そこが 違うから楽しいと思えるようなポジティブな感覚を持ちましょう。続いては仕事運です。仕事よりも人間関係で動いてしまう傾向にあります。人の失敗には厳しくなりやすい傾向にあるので、その点にはくれぐれにも注意してください。そんな2023年に おすすめのことはじっくり腰を据えて取り組むことです。もう少し頑張ってみようと思うことがその前向きな姿勢が大切になってきます。そしてお互い様、助け合いの精神でお互いを大事にしていないといざというとき、誰もあなたをフォローしてくれませんよ。 そして金運です。お金に関して気をつける点は詐欺です。全く価値のないものを驚くほど高額な値段で買ってしまったり立ち直れなくなることもあるので他人を必要以上に信じすぎないようにくれぐれも 気をつけてください。また、2023年は美と健康に意識が行く年です。ダイエットのためにと思って器具とかサプリメントを買うのはいいんですけど、行き過ぎた出費には NG です。必ず後悔することになるので、くれぐれも肝に銘じてください。そして、 2023年のサソリザさんへのアドバイスは自分と向き合って素直になることが鍵になります。はい。えー、ということで、えー、2023年のサソリザさんの全体運、恋愛運、仕事運、金運をお伝えさせていただきました。えー、どうでしたかね。はい。あのー、 まあ最後まで見ていただければ幸いなんですけれども、ええー、まあ、そうですね、2023年はちょっとサソリザさんに至っては、うん、なかなかどうなのっていうような年になるかもしれませんけど、まああくまでも、まあ、こんな感じですよっていうような動画、 なので、まあ、参考にするにもよし、えー、気にしないにしてもよし、ですのでね。はい。えー、そんなことで、えー、最後まで見てくださってありがとうございます。えー、また、えー、このひでわのチャンネルでは他の動画もいろいろ投稿してございますので、興味がある方は、 えー、動画をね、見ていただければ嬉しいです。ということで、最後まで見てくださり、ありがとうございます